ザス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 なんちゅう格好してるんですか。いつまでやるんだこの格好。自分からやったんじゃないですか。あ、俺からか。これですね。これちょっと一個一個掘り下げていきますね。ちょっとこれは普段寺木さんが使ってる一級塗装の寺木さんですね。はい、もう職人歴26年、6年16年の寺木さんが使ってる道具ですよ。これなんすか、ミスバケみたいな。ああそれ、はい、そうそうそう。これ何に使うんですか。これあの木部、はい、あのキシラレとか、はい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 、ハケで塗る場合これがいい。これで決めてる。薄口の方がいいんですか。あ、そうそうそう。どうしてですか。ん、毛があったけど毛が抜けてたんだ。あ、そういうことですか。本当はもっとなかったんだけど、はい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 。あー、もっといっぱいなんですか。あー、もうちょこっとあったぐらいですか。切れていくんですね、やっぱ使ってると。これ結構長いことですか。いや、これカタバカ。どういうこと。カタバカ。適当。ハケっすね、タヌキ。そう、これあるなんだ、タヌキの毛で使っとるもんで、ね、タヌキって言うんだよ。本当ですか。でもそういう気持ち悪いな。これ使ってるんですか。これ結構しますよね、うん、それ。おお、長くなってる。いかんいかんいかん。視聴者プレゼント。あーちゃん。これ吉川って書いてあるんですけど、あの丸吉じゃない。丸吉、丸吉なんで。今変わったんですか。変わった。ローマ字で吉川。ローマ字で吉川。吉川って結構ブランド化けなんですよ。あ、そうなんですね。大塚とかね、丸吉とか、あとなんか結構いろいろあるんですけど。大体マリオしか大塚で買わないですね。その2つしか使わないかな。これ結構良さそうですね。うん、そうなんだ。いくらするんですかこれ。100円。100円。これを使う。100円。これ100円ですよ、これ。普通800円かそれぐらいする。タンポポの締め切り。あ、そうそう。これはあれですか、どこで使うんですか。これあれ、たまに取るのか、ハーフの返しがある、はい、塩ビのやつ、返しあるから、はいはいはい、ありますね。ある時に便利。どんな感じで使うんですか。うん、そうですね。真顔で。真顔で。真顔で。で、これ、筆ですね。ハケで入らんと。ハケで入らんと。で、これちなみに、曲げたるんですよね、これわざと。曲げたる。その裏側とか。あ、そうそうそう、入りやすいです、ね。入りに、こうやって角度がついてるんですよ。あ、曲がってますね。そうそう。曲がってますよね。曲がってるでしょ、これ。ハンドパワーで。しょうもないです。しょうもねえな。しょうもねえな。これローラーのハンドル。これめっちゃ可愛いですよ。これ1インチ。1インチ。1インチで使うんですか。1ほとんど使わん。ああ、ADC のマンションとか塗るときこれ塗るんですよ。あ、そう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 。ちみ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 塗って。2000平米ぐらいこれ。ああ、全然塗り終わらんな。あとねえだ。これなんすか、ビダン製の。ビダン製のこれ。サーフ用ですか。サーフ用のちっちゃいやつ。え？サーフでみんなブカブカのやつ使う。そうですね。ウール系使うっすけど、これウールじゃないですよ、ね。ウールじゃない。これサーフでも使えるやつ。寝ないんですか？ん？まあ普通のマイクロ使うと思う。くっついて。そうそう。すぐパンになるでしょ。あのマイクロってこういう素材なんですけど、マイクロファイバー。まあ飛散はないけど、そうもう潰れちゃうんですよ、水性使うと。微弾性とか使うとこでペターンで潰れちゃう。ペターンで使い物にならなくなるの。そう、これ潰れない。これ潰れないの、ずっと使えるの。これがこれ3インチ。3インチ。3インチ。これ東京ローラー。これいくらするんですか。あ、これ1個200。ああ、しますね。あ、200円で安い方ですか。安い方。安い方ですよね。これ何に使うんですか。これ水性もいけるんですか。あ、水性もいける、いける。使った。これ全く飛ばん。マイクより飛ばん。200円で。これ主に何使うんですか。ん、ほとんど上塗り、中塗り、上塗りで使う、壁で。あ、そうなんですね。今もこれメインですか。うん、これこう塗ったよ。マイク全然いいですか。あ、塗り感は一緒だけど、はい、汚れに飛散するの全く飛散してないんですよ。これでも十分しない。これしない、しない方なんだ。でも全然しない、まあ、こっちの方はもっとしない。ほう、あとです。うわぁ、じゃあすぐ盗むな、俺のやつを。これなんすか、ヌスット道場か。ヌスット道場。ヌスット道場って。これツイスト。ツイスト、これ。これいいんすか。これ中途半端な18mm なんだ。あー、20がない。20がない。18mm。 あ、確かに。これ使い分けはガラスか。
柄こっちよりはきめ細やかにできますね。そうそうそう、2mm の差で。ただこれ、これ毛が抜けるんだ。あ、そうなの。最初のうちでかいのが出るんで、これをたまに出ますよね。うん、出る。で、あのついたらこれで取って取って取る。でかいでいいけどさ、ピーチとかだと思う、はい、チチチチチチになるもんで、このウールなんで、この毛は繊維なんで、繊維ごと抜けちゃうんですけど、うん、こっちはタオルのなんか切れ端みたいな、切れ端までぶっとく出るでいいんだ。そうですよね、手で取れるで。あ、失礼。ローラーこんなもんですか。ローラーこんなもんだよ。もうないよな。結構ありますね、こんだけ使い分けてると。あるあるある、結構分けてますね。結構分けるんだ。1、2、3、4、5、6、 6以上は使わないですか。7は表。あー、そうです、表もね。7インチはマンションとかのいいっすよね。あー、マンションは現場がでっかい時とか。でかい時はいい。これはチューチューっすよ。チューチュー朝食っすね。チューチューよ。チューチューよ。朝食もうほとんど使わんもん、これ。これ顔料が入ってる。顔料入ってる。さっきもありましたもん、水性の顔料。ハイコンク。水性コンク。これが結構登るんですよね、普通の。そうそうそう、あれにちょってるだけでも。これが何でしたっけ。これあの見たところでマスタードですね。マスタードですね。オルグケチャップだ。ケチャップ。これソースだ。そうでした、忘れてました。忘れるな。ごめんなさい、勉強がなんでしょう。これボンコースね。ボンコー、これ何に使うか知ってますか、皆さん。またあれですよね、マンションとかやってる方は、あ、わかるかもしれないですよね。何に使うんですか。これほとんど外壁では使わない。はい、そうです。あの軒天の隙間浮いてるやつとか、はい、打つかだね。こう外壁だとそれぐらいしかない。あとなんか俺クリア、ボンドコークのクリアを、うん、ああクリアあるな。俺クリア使わない。あのタイル、あタイルの養生、例えばブルメンまで来てて次がタイルになってる。ああ先に打っとくんか。そうです、マスカ貼った時にこれ打ってやるとくぐりがつく。ああくぐらんな。クイックメンだ。これ使いますよね、よく。あ、よく使う。エポキシパテですね。あの接着剤ですね。で、あのちょっと傷だから、あと物くっつけたりもそうですし、これがめちゃくちゃ強いですよね。強い、もう一回つけたらもう固まったらもう取れんって。これも二液ですもんね。二液、あの僕ら塗料と一緒でこうやって A 液 B 液って混ぜて固めますね。めっちゃ持ってるじゃないですか。ちょっとローラー編終わりですね。マスカ、マスカいく。これ紙テープマスカでサスケですか、これ。あ、サスケ。サスケはちょっと紙テープなので、ちょっとブランドですよね。今日ちょっと高いですよね。高い。普段歌舞伎ですか。普段歌舞伎。これ違うな、これ何これ。これペンキ塗りたて。あ、塗りたてのやつですか。あ、これこれ。あーの黄色版。あ、そう、これペンキ塗りたて。あれこれ僕からパックできませんでした、これ。じゃあ俺にだってこれ。俺にだってこれ持っとるんかい。持ってます。歌舞伎っすね。15mm と、これが18mm、24mm。 俺18使わないんで。あ、18使わないですか。使わない。どうしてですか。え、普段か。これが押さえですね。押さえシーリングの、うん、これも押さえですね。これ仕上げ名人ですよね。知ってるんかい。仕上げ名人ですよね。これ何に使うんですか。これは違うって。これ、これブルスケだ。はい、ブルスケだ。どういう時に使うんですか。これ朝、お客さんに挨拶する前にブルスケだ。ブルスケまずまずそれもマナーだと。マナー、なんだろう。じゃあ本当はいっぱいあるんですよ、寺木さんの車僕見たんで。めちゃくちゃあるんですよ。長なるなと思って。長なるで。ですよね。このままじゃあ締めましょうか。ああ、まだあるんだ。まだあるんです。まだあるんだわ。はい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 。お、これ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 。どっから持ってきたんですかそれ。これたまに変なやつ来るだろう。黄色いヘルメットかぶって開きますね。あ、たぶん来るだろう。ハンマー持って変なやつは、あいつが来たらもうこれでやるんだって。お、来たか。よし、じゃあ勝負だ。社長、言ってください。勝負だっていう風にこれでやっつけるんですか。あ、そうそうそう。ちなみに使ったことありますか。ない。あるわけねえからやばい。最近混んでよ。はい、まあこんな感じですね。あの職人歴26年やってる方の動画、やっぱいろいろ種類がありますね。やっぱりあるあるある。こんなものまで、こんなものまで、まだ本当にあるんだけど今日は押さえとくわ。
もう次回はないです。ない。もう次回はないです。はい。じゃあ、まあ、結構でも勉強になる。僕いっぱいありましたね。いやこうやってかね。全然なってない。なってねえ。なってない。結構コスパがいい。100円の履きは一番びっくりしましたね。あ、びっくりしました。また、たまに行くというか、たまに。はい。じゃあこんな感じです。はい。じゃあチャンネル登録といいね。コメントもお願いします。いいまた見てねありがとうございますありがとうございますやばいですね、だいぶ手止めてますね、僕だいぶ止まってなったな、これまあ、いっか Yeah.